light years, call me eons. When the snare kick in, the beat is neon. Lights, yeah, I'm feeling magnificent. Care less what I'm up against. Yeah, you know I stay fresh like peppermint. And I die when I jump in. 11月17日水曜日午前7時半ですね。今から出勤です。仕事が終わりました。まあ、今日は水曜日で会社の人たちと、まあ、いつものように筋トレに行っていきたいと思います。ジムに着きました。今からトレーニング行ってきます。あれ、中村さん今日あるんですか？なんか。いや。すごいですね、これみんな。みんな乗ってますね、小田くん。あ密です。あれ、ここで会って、待ってるよね。あの、今日はこのメンバーで筋トレに行ってきました。これから、まあ、タンパク質を取りにビリーザキットに行きます。今日食事するあのビリーザキットっていうステーキハウスに着きました。あの大衆ステーキ屋さんで、あのトレーニング後によく行くお店です。中の作りがウエスタンですね。お、ステーキが来ました。はテキサスステーキで 400g ですね。結構大きいですね。どうですか？うまい。あ、いいですね。高橋さんどうですか？もうこれで最後のビリーザキッドになっちゃいますね。日本で最後。お味の方は。いいですね。ピリ辛。ジャンボハンバーグが来ました。神谷さん、
お味の方は、いいですね。余裕ですね。それ何グラムあるんですか。あ、500グラム。で、値段はいくらですか。1500円。あ、そんなに大きくてお値打ちだったら最高ですね。もうぜひ召し上がってください。美味しかったあ、ありがとうございます。では高橋さん、また今度3年後ですか。じゃあまたその時に、ね、帰ってきて一緒に筋トレしてご飯食べましょう。頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうも。小田くんちゃん、お疲れ。お疲れ。じゃあまた来週。お疲れ。高橋さんとは5年くらい前から一緒にお仕事をしていて、筋トレ一緒にやるようになったのが2017年の4月で、もうかれこれ4年くらいになるんですね。高橋さんも筋トレ熱心で、僕と始めた4年前はベンチプレスでもワンレップ55キロぐらいだったんですけど、まあ、そこから熱心に続けて筋直マックスが105キロなんですよ。すごいですよね。高橋さんは仕事でもプライベートでも関わりの深い方です。まあ、インドの駐在が決まって、まあ、僕もそれ聞いた時すごいびっくりしたんですけども、まあ、お仕事で、まあ、仕方がないことなので、まあ、新天地のインドに行ってもぜひ頑張ってきてください。応援してます。それでは健康にお気をつけて頑張って行ってきてください。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。